台風18号は現在東海地方に最も接近した状態で、停電や高速道路の通行止めなど影響も出ています。岐阜県樽井町です。横殴りの雨が非常に強くなってきて、体に当たると少し痛いと感じるほどです。台風18号の影響で東海地方には激しい雨が降り続き、樽井町の隣の関ヶ原町では1時間に最大 28.5 ミリの強い雨が降りました。東海3県のほとんどが現在暴風域に入っていて、ご覧の地域に警報が出ています。名古屋市天白区では50代の男性が風にあおられて転倒し、顔に軽いけがをし、岐阜県各務原市では40歳の女性が飛んできた瓦の破片で額に軽いけがをしました。中部電力によりますと、午前0時半現在で東海3県の4万7600世帯が停電しています。また中央自動車道の水波インターチェンジ付近では下りの車線上に倒れた木にトラックが乗り上げていて、現在江名と水波の間の下り線が通行止めです。台風18号は現在東海地方に最も近づいていて、風速25メートル以上の暴風域に東海3県広い範囲にかかっています。この後北東方向に進んで午前3時頃までがピーク、風のピークも午前3時頃までと見ています。雨なんですが、愛知県と三重県ではおおむね雨のピークは超えたと見られます。ただ岐阜県では1時間に70ミリ前後、非常に激しい雨が明け方まで続きそうですので警戒が必要です。